ございます。今日は新しいゲストに出演してもらいます。セイラちゃんと、マイコちゃんです。やってんの2人との出会いは、セイラちゃんはハワイで、ね、ハワイに初めて会って、マイコちゃんはカナダからゴルフ関係でよく会ってたんですが、まあ、2人ともつながりはインスタグラムですね。よく見てたので、ゴルフも前のしてたんで、ハッピーセットでーす日本にいるということなんで声をかけて出てもらうことにしました。ゴルフ歴はどれぐらいなんですか？6年。最初はゴルフキデイのバーディーっていうモデルやってた時に、2期目か 0.5 期目ぐらいのやつで、ちょっとバーディーズっていうのは想像つかなかった。100切るようになってから、もう仕事辞めてハワイに行っちゃって、でそこで毎日毎日ゴルフして、デイビッド・キーさんに教えてもらってから上手くなったみたいな。すごいゴルフ歴でございます。だからただの飲みつけゴルフで飲みつけゴルフではい。でちなみにセイラちゃんのベストスコアはいくつですか？74。2オーバー。ゴルフ歴6年で、はい、最近は全く出せませんすごいね。どんなにそんなにしてたら、ね、デビと石井さんのレッスン、マイコちゃんのゴルフ歴は12年。え、私の場合でベストスコアはいくつですか？白が72で、パープル、赤は71。アンダー、さすがですね、前出してたんで。まあ難しいコースなんですけど、実力は70代でございます。超難しいここらしい、そう。今日はカレドニアンゴルフクラブに来ています。ダイヤモンドカップを今年開催したコースになります。マーシャどうですか？やってみなきゃ分かりませんセーラの売りはね、はい、手の長さセイラちゃんの売りは手の長さ。最近マイコがハマって言ってるよね、手が長いなんか、この股のこのより下に手首があると手が長い人らしくってね、だからその足って長い人よりだから、こうやってた時とかもすごい見た目すごい長いの。あ、結構下に来るってこと？そう、だからすごいなんか天然長尺クラブみたいな感じ。こうさ、トップの時のこの手の高さもさ、こう普通にして高いよね。わかんない、本当高いの。何も気にしたことないんだけど今日二日酔いじゃないです。二日酔いじゃない。昨日はでもずっと昼から飲んでたゴルフ？え、ゴルフで？ゴルフじゃない、普通の。昨日は普通にそうランチからずっとピザとワインとで飲んで、あと夜はお寿司とハイボールで飲んでで、二日酔いじゃない。二日酔いじゃない。お酒が強い。元気で。肝臓が強いね。肝臓強い。破壊酵素バッチリだから麻酔も効かないの。え、どういうこと、どういうこと？その破壊酵素が強いから、歯の麻酔とか、え、そういう人間ドックとかの麻酔とか。え、めっちゃ痛いじゃないですか。じゃあ激痛お願いします。お願いします。出たんだけど。火花で。嘘でしょ。出たよね。ナイスショー。いいとこ。お願いします。ティーショットは両方全部撮ります。完璧。いいとこです。ありがとうございます。ナイスショー。よし、いや、待ってた、めっちゃ二人が、二人は歩く派ですか？歩く派です、ね、びっくりした、カート乗らないんだと思って私もともとカート派だけど、マイコに怒られて歩くようになりました。へ、お酒の分歩きます。あ、なるほどそれはやっぱ麻衣子さんの細さの秘訣でもあるんですか？歩く運動もあるけど、うんうん、ティーショット打って歩いてる間に次
どこに行こうかなとかどうしようかなとか。おお、さすがゴルファーですね。でも酔っ払ってきたらなんか歩くのやばくないですか？大丈夫？いや、大丈夫。大丈夫。楽しくなる。楽しくなる。今日は凍ってるのでクラブ選択が悩ましい。140ヤード。はい。打ち上げ入れて143。はい。6番です。はい。うまい。いい感じ。手前のいいところですよ。でもナイスショー。セイラちゃんのナイスアプローチが取れてませんでした。すいません。これが4打目。キャリーさんすごい服に見えるんですけど。スライスですよ。そうですよね。なんか立つとさ、すごいさ、うん、そうですよね。うまいよ。あー、ナイス。ナイス。セラちゃんのクラブセッティングはドライバーから全てエピックですか？エピックです。あ、でもウェッジだけタイトリストだけど、あとデッセイだけど、あとはずっとエピック、エピック信者です。理由は？あ、最近ずっと M2 だったんだけど、うんうん、エピック飛ぶ飛ぶって言われて買ってみました。おお、じゃあまだそんな新しい感じ？新しい、まだ来て1ヶ月経ったかなぐらい。飛びます？飛びますね。おお、シャフトはちなみに何入れてるんですか？シャフトは結構柔らかい感じでカーボンの R にしてて、うんうん、ね、ドライバーも R です。ドライバーも R、うん、ウッドも R、 ウッドも R です。ドライバー3番5番ユーティリティ54で6番やんから、6番やんから A まである、 A まである、うん、6番やから A まであって5258、はい、パターン、はい、ここです、です。ありがとうございます。まいこちゃんのクラブセッティングはこれもね、エピック、ほとんど全部エピックですか？もうね、5番ウッドがエピックね、まだ届いてなくって、前使ってたゼクシオ。お、ドライバー3番がエピック、あと7も入れてる。7番ウッド、ドライバー3番、5番、7番ウッドまでエピック。そうで、そう、5番はまだ届いてないんだけど、はい、あとこれがちょっともう長年離れられない11番ウッド。おー、11番ウッド。リサちゃんも9番ウッド入れてる。 VIQ、 9番は入れてないんですか？9番入れてないです。入れてなくて、あとユーティリティの5と6、うんうん、で6番アイアンを首にしたくって、6番アイアンを首にしようか悩んでて、で今回ユーティリティの6を入れてみたんですけど、エピックがなんか飛んでしまうとか、飛ぶ飛んでしまう。そう、どうしようかまだ考え中。15本でやってます、うんうん。で、ウェッジはタイトリスト。タイトリスト。なんかもう本格的だね。え、1本 ?1 本。私はほとんどこの子で済ませる。で、バンカーも？バンカーも。アプローチも？うん、アプローチも。だいたい60ヤード以内はほぼこれ使って。うん、56度のみ。のみ。おお。で、アイアンが6からA まで。A まで。シャフトは何ですか？ R です。全部R。カーボンの R。なんかセイラとほとんどセッティングが似てますね。です。パターが。パターはマレット、センターシャフト。お、ストレートネック。これっす。うん。これがね、よく入るんですよ。よく入る。よく仕事してくれる。そう、これめっちゃいいの。はい、ありがとうございます。大丈夫。おー、出た、思いっきり手に当たっちゃったけど。セイラちゃんの持ち玉はフェード？もともとはフェード。もともとはフェード。それを今ドローにしてるところ。おー、さらに飛距離アップ。そう、まいこちゃんドローだよね。そう、まいこは今フェード勉強中。え？2人逆にしようとしてる。でもほぼ使わないよね、フェード。まいこナイスショー。曲がる気配な。完璧じゃない？あそこ。
長。はい、店長。まいこちゃんがプロテストを受けてた話はしない方がいい。あ、どっちでもいい。どっちでも OK？ うん、しても私の100切りはプロテストで。え、どういうこと、どういうこと、どういうこと。ゴルフを始めて、うんうん、すぐの時に、うん、私が教わってたプロが試合行ってきなさいってなって、うん、え、始めたてすぐに。そう、始めてでも1年ぐらいかな、1年ちょっとかな、はあ、それでね、私の試合のデビュー戦はプロテストの1次テストで。そこで、え、アマチュアの試合にも出たことなくってこと。そうそう、それで初めて100切ったの。でもそのもう挑戦しようって思って、うん、まあいいや、勉強のつもりでみたいな。いや、もう本当にかくゴルフが楽しいってだけだったから、うん、緊張するとか、うん、もうないくって、でも周りに迷惑かけちゃいけないからそこだけ一生懸命やろうみたいな、うん、感じだったらすごい楽しかった。ちょっとびっくりした。子供の頃からやってて上手くてなんかプロ目指してんのかなって思ってたから、まさか19歳からやって、うん、っていうのは知らなかった。ちょっと怒られるよね。いや、怒れない、怒れない。だってそれ逆にすごいと思って、逆にみんなできないもん、それなかなか。うん、あの、楽しかったです。ビッグナイスショー、いい感じ飛んでます。なんでエピックの5バウンド来なかったんですか。いや、なんか人気、人気で。そう、あ、なるほどね。アイアンセットもさ、かなり待ったよね、オーダーして。へえ。でも、あの、普通のテントには売ってるんだよね。頼んじゃったからね。頼んじゃったから、ちょっと待ちが長い。おー、いい、いい感じ。お、いいんじゃない、乗る、乗った、ナイス、完璧。思いっきり引っ掛けそうだったからちょっと手が抜けてちょうどよかった。いや、今すごいいいボールだったよ。え、横まで行ったのに飛車で戻ってきてる。ひどい。12フィートのあれですかね。でも乗る、乗った、ナイス。超えてった、超えてったよ。ちょっとね、ちょっとミス、薄かった。あと、ね、右バンカーの上のラインぐらいからドローで左に出ました。なるほど。でもいいミスですね。はい、グリーンを捉えた。うまい、うまいよ、うまい、すごい、ロブショットした。へえ、今なんかすげえ来るなと思って、何するのかなと思ったらロブショットした。しかもあんな薄い、薄い芝の上で段の下から難しいラインですね。まあ、来た、ナイスパー、ナイス、ナイスワンパット。最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画が気になる方は左の動画をタップ、チャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてください。コメントと高評価もよろしくお願いします。